分裂の危機を迎えている自民党の額賀派ですが、執行部は昨日夜、若手の所属議員と会食しました。若手からは割れるのは良くないと現状を憂う声が出たということです。基本的にはまとまっていこうと、やっぱり派閥というのは一緒にやることでいいことだと。参議院側は総理候補を出せず派閥が弱体化しているのは額賀会長の責任として今月中の退任を迫っていて、集団大会もちらつかせていますが、額賀氏は態度をはっきりさせていません。執行部は今後中堅やベテランからも意見を聞き、2月10日頃までに方向性を出すとしています。一方、参議院側は強気の姿勢を崩しておらず、明日の定例の派閥会合は分裂開催になると見られています。